外国殿っていう建物で、はい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 、であの場所的にはここにあるんです、はい、でこの部分はね、はい、平城宮という今で言えば霞が関の官庁街みたいなと、あ、ね、で、はいはいはい、ここで働いてる7000人ぐらいの役人がここに住んでるわけです、はい、この黄色と黄色一緒ね、この全体を平城宮並べる、こういう形式になってまして、平城宮ってのがあって、平城宮って呼んでる、あ、平城宮ってのがあって、いや、どっちもあったよ、あ、平城宮と平城京ってのがあるんですね、わかりました、ああ、そうか、そういうことか、都ね、ここで住んでる人は平城宮で働いてるお役人が住んでる、でこの平城宮という中は、はい、お役所がいっぱい入ってて、はい、天皇だけがここに住んでる、あ、そういうことね、あ、そういうことなんですね、あの、ここはあの宮殿とかね、宮城という言葉もあるんですけれど、はいはいはい、実際面積的には天皇はここで、はい、残りは全部お役人の仕事をする場所、あ、それで今来ていただいている外国殿というのは、はい、中国の大極から来ててね、これは北極星のことを言ってるわけ、北極星という星が動かないじゃないですか、だから多分ここ中心よと、ああ、そういう意味なんですね、そういう意味でとってもらうのがいいと思います、ああ、わかりました、そしてその次に、はい、この大極殿、ここはどういう使い方をするというのをちょっとこっち来て、はいはいはい、でここではね、はい、国の儀式をする、はいね、はい、例えばあのこの間あったでしょ、即位の儀式、これ1月1日の元日の儀式などをやるんです、でなどになってるのはね、その他ってあんまりないんですよ、ということはこういう非常に広い場所を準備してますけども、ほとんど使ってなくて、多分日本の国もこんな広い場所で儀式ができるよと、広さから言いますとね、はい、こっからここまでが200メートル、ここからここまでで300メートルぐらいあるんです、200メートルと300メートル、その中にここ天皇が出てしまう、これずらっと並ばれてるんですよね、皆さんね、位の順に並ばれてるんでしょ、そうです、ね、で玉座がいるんで、こういう建物を建ててるよ、あ、多分あれです、 あれ後で説明します、後でね、はいはい、それでこの前の広場はね、はい、貴族いう人たち200人ぐらいしかここ入れない空間、はい、7000人近い、まあ、あの下級役人ったらちょっと角が立つんだけど、10何位とかなんか言ってましたよね、15位ぐらいまでがあれでしたかね、いや全部でね、はい、ここは要は5位以上、あ、5位、5位も上と10がありますから、5位以上で、はい、6位以下はここなんです、あ、6位以下が下の、ここだとね、もう、はい、あの500メートル、600メートル離れたところで天皇にお会いしました、こういう構図になります、そういうことなんですね、はい、面会できる人は違いますもんね、次行きますけど、実はこれを説明すると大変なんで、はい、今10分程度と、はい、そうお願いします、飛ばしますけど、はいはい、要はこれ復元するとなったらね、はい、こういう柱の場所、はいはい、これは奈良時代と同じ場所に置かないといけない、あ、で地図がないんで、はい、結局地面の下を調べるようになる、あ、これ覇者ですもんね、はいはい、そうやって調べて奈良時代と同じ場所に44本の柱を置いてある、はい、柱を置いたということです、これ大体じゃあもうそういう発掘調査でもう確定してるわけですね、あ、間違いないと言ってね、ただね、ここの場合は、はい、説明するともうすぐ長いんだけど、若干理由がありまして、ここには柱の跡がなかった、ないんですか、理由があって、あ、ないんですか、あのこの建物が、はい、あの奈良時代の740年に、はい、国境というところに持っていかれて、あと基礎削って天皇のお住まいになっちゃったんで、あ、柱跡がないんだけど、あ、向こうに行ったところが柱跡があるんで、それを図面的にここに持って帰ってくれたと、図面的にこういう面倒くさいことをして、あ、分かりました、はい、図面でじゃあやったということですね、あの実際発掘の跡はないということですね、これはあの守備って屋根の両端に乗っかって、この大きさで乗っかってます、あ、この大きさ、で、あのこれ今張りぼてでペンキ塗っただけですけど、上のは鋳物の上に本物の金箔が貼ってあって、あ、重さが1トンぐらい、でこれをシビって呼んでます、こういう字を書いて、でこれデザイン的には鳥の羽で、はい、羽で、はい、
この建物は天皇がお使いになるんで金で邪気を払いましょう。あでこれ時代が持っていくとこいつが、ねええ、魚の尻尾に変わる、ええ、でお城の天守に乗っかってますよ。あのシャチホコ、ええ、であの場合はお城を水浸しにして焼けないでねってお願いが入っているけど、はい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 、こっちはこの建物の邪気を払いましょうってそういう意味だったんです。ああそういうことなんですね、はい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 、それでもう一つ大事なことは、はいはい、柱の場所が分かったんでそれじゃあ上部構造どうするよと、はい、奈良時代には絵がないんです、やっと平安時代にこう絵巻物があって、はいはい、こういう絵があるわけです、でここに大極殿って書いてあってこれは瓦屋根で赤い柱で床にはこう石が引いてあって、はい、で素通しようとでもこの形で行こうにしてもね、はい、この絵だけではこんなのができませんよね。こんなのが作ったわけですもんね。想像してもいけない復元ですから、そうですね、じゃあどうしたかいうと、同じ時代にできた建物が今まだあるんです、はい、でそのうち一つが法隆寺の金堂でこの形をここは借りてるわけです。あそういうやり方をするんだね、はい、そういうやり方をするんだね。薬師寺の塔って今解体処理してますけど、こういうところに組み物ってこの U字型みたいな、こういうのは例えばその柱の上に来てるわけです。だから あそこね、どの部品見ても奈良時代になってるよっていうのはここの復元の力そういうことをされてるわけですね。ところがね、はいはい、それを組み合わせてこんな形にしたよと、これもね、はい、建築基準法に通らなきゃいけない。なぜかいうとお客さんのように一般の方来られた時に、今地震が来てもこれ大丈夫にしないけど、でコンピューターが計算したらこれ罰よって言った。あでしょうがないんで柱の下に免震台って言ってベアリングで自由に動く台の上に乗っかってるんで地震が来ても大丈夫だ。大丈夫だということですわ。分かりました分かりました、はい、はい、天井写してください。格子の中、天井格子ですか。格子の中、あ中絵があるで。あじゃあ今ちょっとズームしますね。絵があるでしょ。小さいのが、小さいのが、あれあの蓮の花を図案化したレンゲ、はい、それからその次にね斜めの板に蓮の花と葉っぱが描いてある。でこれ全部手書き、印刷じゃないんです。ちょっともうわからないね。ありますね、はいはいはい、全部手書きです、はい、でそれの理由手書きの証拠は、はい、あれをね、はい、ずっと右から左に流してください。これですか。色ムラがあるでしょ。もっとズームにすると見えない。ズームもっと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 いっぱいまでいっぱいまで、それでこっちずっと振っていって、あこのあれをそうすると、ね、色のね赤い色は濃いとか薄いのがあるんで、あここは薄いでしょ。ちょっとブレるね。ダメだね、はい、まあでも言葉として分かると思います。分かりました、はい、でその次にね、はい、その下に白い壁がさっきできて、でそこに絵が描いてある。ありますね。でその絵が何かというとこれを見てください。あこれ、はい、あの詩人と十二詩が描いてある。あこれがね、はい、でこれあの上村淳先生って日本画家が、はい、この場所で直接岩絵の具で描かれた。こちらの面は、白虎とか白虎な、ね、これは白虎になってるんだね。でこちらで朱雀はあそこ、朱雀はあの辺り、鳥ですよね。鳥ですね、はい、でその向かいに対面に玄武亭、亀と蛇がありますね、はい、ありますね。でもう一つ清流は、はい、ちょっとこっちずれて、はいはい、あそこにどこです、あれ清流、あそこね、はい、アップにしなきゃダメだね、清流ね。でもねあのこれ古墳にもあるんです。例えば高松塚古墳とか、北の古墳にあるんですけれど、上村先生は、日本人の心で描いたらこういう絵になったっておっしゃってる。そういうことですね、はい、だからまあ皆さんによく見ていただいて、はい、そのうちに皆さん あれはいい絵だったということになるだろうと。なるということですね。はい、わかりました、はい、その次にいよいよ本番の高見倉に行きましょう。はい、はい。